思う。行ってくる。今日のご飯何する？何でもいい、任せるよ。じゃあサバの煮付けね。玉井さん、最近うちの会社空事のサポート業務どんどん拡大してません？空事の組織合理化に乗っかってるのかな。どうかな。うちがこういう仕事始めたのは玉井さんが入ってからなんでしょ。なんで自衛隊辞めたんですか？ヘッドハンティングですか？そんないいもんじゃないよ。俺はもともと運送業務がやりたかったんだ。こんなことになったのは社長の趣味だよ。小野はどうして自衛隊辞めたんだ？俺は単に上位形が馴染まなかっただけです。でも戦闘機には乗りたかったし、元木がこういうことしてなきゃやめてません。玉井さんのおかげです。社長だろ。じゃあなんで自衛隊入ったんですか？やっぱり自衛隊が肌に合わなかったんですか？いや、面白かったよ。じゃあなんで？まあいいじゃないか、昔のことだよ。そんなことより小野、チェックシックス。え？あ、待つ！飛行機雲なんかのんきに引いてるところ、社長に見つかったら一発で空事業務から外されるぞ。フランカーに乗るどころか。え？ありゃあ社長本気で買うつもりだな、元木航空次期主力機種として。おお、早く乗りてー。俺生きててよかった。大げさな。須藤さんの言う通りだな、空中戦のシミュレーションにちょうどいい。ん？何か後ろに。そうに見えるだけか。どうやって飛んでいるんだ。こっちは400ノット近く出しているのに。日本語？モールス符号。
6時。おう、左ダイブ、アフターバーナー使え、逃げるぞ。おの、いるか。います、後方2マイルレベル。マッハ 1.4、 これなら大丈夫だろう。なんだこの嫌な空気は。マイ、おの、前方にさっきのやつ。そう、東京コントロール、こちらエリス C、 正体不明の飛行隊に追撃。何を泣いているんだ俺は。いや、この感情は以前にも。なんだ、また来るのか。どうする、こっちは非武装、振り切ることもできそうにない。ならばやるしかない。丸の内の視力はカミソリのように薄い。たまい、ちょっと職員室へ行こう。お父さんが行方不明。たまい、きっと大丈夫。そんなの嘘。お父さんが飛行機乗ってて落ちるなんて。たまい、どこ行くんだ。どこって、星丸とお父さん探し。あ、お父さんどこ。はい、はい、そうです。ええ、少々お待ちください。玉井。はい、はい、玉井です。あ、鈴木さん。うん、うん、うん、大丈夫。ありがとう、鈴木さん。どうだった。まだ何も。自衛隊とか海上保安庁の人たちが探してくれてるって。
しいな。誰？星丸？星丸。これはお父さんの心臓の音。お父さん生きてる。まさか君が来るとはな。そんなに変でもないでしょ。夫婦なんだから。タバコ。え？吸うようになったのね。ああ、昔はタバコを吸う私を恨めしそうに見てたのに。10年も前の話じゃないか。そんなの今は吸うんだ。それで今日は何があったか聞かせて。それは仕事。あなたのことを愛している女の心配。すまんすまん、そんなセリフもう何年も聞いたことなかったから。嘘ばっかり。君はずるいな。そんなことを言われたら嘘つけないじゃないか。それじゃあ話して。天使。え？バルカン法を携えた人形のような天使。そいつに同僚の斧は殺された。あなた絵得意でしょ。これに書いて。今？もちろん。変なものに会うのは二度目だよ。あの時君は信じてくれなかったけど。それこそもうずっと昔のことでしょ。ありがとう。あなたが無事でよかったわ。証言が取れるからね。あら、本気よ。それにあの子のためにもね。走っちゃダメよ。ん？腹巻き持ってきたよ。お前、ここが病院だって分かってないだろ。あれ、綺麗なお花。誰か来たの？ん？ああ。仕事絡みの人？そうだな。たまい、起きてるか？社長。おお、椎名ちゃん、今回はえらい悪かったな。いやー、もうマスコミ相手はかなわんわ。社長、こんなとこ来てていいんですか？息抜き。ここぐらいしか落ち着けるとこあらへんもん。ここは天国やわ。ああ、そうや、
天使やったな。本当のことが言われへんのは辛いな。わては何を言われようが構わん。せやけどな、うちのパイロットや整備員が無能呼ばわりされるのは我慢できん。斧も浮かばれへん。ああ、椎名ちゃん、斧の通夜出たってんか。結構用をしてもろてたやろ。うん。後でうちの鈴木を迎えに行かせるよって。お父さん、無事でよかったね。お父さんの会社の人じゃない。あれ誰だっけ。社長。おお、鈴木、ご苦労やったな。椎名ちゃん、線香あげたってな。わかるか、うん、じゃあ俺と一緒に行こう。俺のやるようにすればいいから。今日はご苦労様な。疲れたか。ううん、大丈夫だよ。なんならうち泊まってくか。うちの母ちゃんも喜ぶし。うん、でも明日学校あるから。そうか。ねえ鈴木さん。うん。どうして人は死ぬのかな。なんでかな、俺にはよくわからん。考えたこともないよ。いかんな、若い仲間が亡くなったばかりなのに逆に鈍くなっちまって。じゃあさ、何のために生まれてくるのかな。ちょっと降りていい？え？じゃあな、椎名、またな。鈴木さんも気をつけて。うん。誰？
私。アキラちゃん？よかった、ずっと電話してたんだよ、シーナちゃん。え？助けて。何？あ、届けられた手紙、一体誰なの？あいつが生きてるっていうこと？それとも仲間がいる？手がかりを求めて私たちは病院ですれ違った謎の男の後を追い、アジトを突き止める。星丸、助けてね。中に踏み込んだ私とアキラちゃんがそこで見たものは、次回、彼の言葉は真実。アキラちゃん、知らない人の車にはすぐ乗っちゃダメだよ。